はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の考察は、リプリーやビッグチャグスといったスラープジュースから作られているスキン。これらのスラープシリーズのスキンたちを作る技術がシーズンの経過とともに進化しており、最近登場したプロフェッサースラーポやスラーペンタインが非常に優秀なスラープジュースと人間とのハイブリッドになっているのではないかという考察動画になります。 これまで発売されてきたスラープシリーズはスラープジュースを元に作られたスキンでありスラープジュースは非常に危険な飲み物であるということがわかっていますフォートナイトチャプター2の世界に存在するスラーピースアンプという工場はカオスエージェントが支配していますが実はカオスエージェントはスラーピースアンプの他にもう一つスチーミースタックスというキューブの力を利用した 発電施設も支配しているということが、このカオスライジングというロード画面より分かっています。そして、キューブとスラープは非常によく似た性質を持っているため、スラープジュースは、このスチーミースタックスにあるキューブの液体を原料として作られているのではないかと考察していました。キューブとスラープジュースの共通点を簡単にまとめてみると、キューブには近づくと、 シールドを一つずつ回復するという性質があり、そしてチャプター1の頃に存在したスラープジュースというアイテム。このアイテムを使用すると体力とシールドを時間経過とともに一つずつ回復できるという能力がありました。キューブとスラープジュース、どちらもシールドを一つずつ回復するという能力があります。またキューブにはゾンビを発生させたり、死んだ人間を 悪にして生き返らせるなど生命体を生み出す力を持っていますがスラープジュースもロード画面スラープから生まれたでわかるようにスラープからリプリーという生命体を生み出しておりスラープジュースにも生命体を生み出す力があるということがわかりますキューブとスラープジュースどちらも生命体を生み出すという同じ能力を持っています他にもキューブもスラープも どちらも放射性物質であることなど、キューブとスラープジュースにはたくさんの共通点があり、スラープジュースの原料がキューブであるということは間違いない事実だと考えています。そして、スラープジュースの原料がキューブであるため、スラープは非常に危険な飲み物なんですよね。スラーピースワンプ周辺の川では、 他の場所に比べると非常に高い確率でスラープフィッシュをすることができますが、このスラープフィッシュの説明には、警告、スラープフィッシュには1日に推奨される有毒廃棄物の4000%が含まれているとあるように、スラープフィッシュは素早く回復できるアイテムではあるが、人間の体に非常に有毒なものであるということがわかります。スラープジュースがどういうものか一旦まとめると、 スラープジュースはキューブを原料とした飲み物であり人間の体に強い生命力を与えることができるが非常に有毒な飲み物であるということがわかりますこれを踏まえてスラープシリーズを見ていきましょうフォートナイトの世界に初めて現れたスラープシリーズスキンはリプリーチャプター2シーズン1のバトルパスのスキンとして登場しておりリプリーと色違いのスラッジは アルターエゴチャレンジのリプリーを着てスラープバットに入るというチャレンジをクリアすることで手に入れることができるスタイル変更となっていました。リプリーはエゴに所属している正義側のスキン。スラッジはアルターに所属している悪側のスキンとなっています。スキンの説明にポタポタしたたる危険なやつとありますが、リプリーは可愛い顔をしており危険な存在には見えません。これは スラープ自体がキューブからできた危険な物質であるということを表していると考えることができます。また、リプリーはこちらのロード画面から見てもわかるように、アルターに追われているリプリーをカメオがかくまっており、強さ的にもリプリーはそれほど強くはないスキンであるということがわかります。しかし、アルター側がリプリーを必要に追いかけているということを見ると、リプリーは 何かアルター側の情報を握っている非常に重要な人物なのかもしれません。そしてスラッジは大量生産されたアルター側のモブキャラ、カオスエージェントがスラッジを大量生産していた時に何らかの突然変異が起こりリプリーが生まれたのでしょうか。どういうわけかはわかりませんがリプリーは特殊な存在のようです。リプリーとスラッジとの関係がどんな関係なのかにしろ リプリーもスラッジも強さ的には非常に弱めのスキンのようです。そして二人目のスラープシリーズのスキンはビッグチャグス。リプリーやスラッジとは違い、見るからに強そうな体つきをしていて、リプリーやスラッジが体全体がゼリー状のスラープだったのに対し、ビッグチャグスは体の大半が人間の肉体となっており、背中につけられた装置からスラープを補充しています。 ビッグチャグスの説明にスラープなしでは生きられないとありますのでこのビッグチャグスはスラープをエネルギー源として動いておりスラープが切れると死んでしまうようです腕が非常に太く筋肉ムキムキですがこれはもしかするとスラープの何らかの力を使い無理やり筋肉を増強させているのではないでしょうか非常に力が強いスキンですがスラープが切れると死んでしまうという かなり厳しい弱点があるようです。リプリーからビッグチャグスへは、パワーの面では大幅に強化されていますが、持続力という点において大きな問題を抱えています。そして3つ目のスラープシリーズは、スラープレジェンドパック、スラープジョンジー、スラープバンドレット、スラープリバイアさんの3人から構成されています。この3人のスキンは、スラーピースワンプの地下施設にて、カオスエージェントが 自ら実験し作られたスキンとなっており、ビッグチャグスのようにスラープを補充している様子もなく、ビッグチャグスの弱点を完全に克服しています。しかし、リプリーと同じ全身ゼリー状のスラープに戻っており、ビッグチャグスのようなとても強いパワーは持っていないようです。リプリーは元の人間が誰なのかわからないような姿をしていましたが、このスラープレジェンドの3人は、 元の人間の姿をある程度維持しており、スラープレジェンドパックは、リプリーとビッグチャグスの弱点を除いた、中間的存在のまだまだ実験段階のスキンのようです。そして、最近発売された4つ目のスラープシリーズ、ブルークルーセット。ビッグチャグスと同じように、スラープを補充していますが、これは生命維持のためにスラープを補充しているのではなく、部分的な 教科のためにスラープを使用しているようです。プロフェッサースラープのプロフェッサーは教授という意味がありますので、このスラープの教授はスラープについて研究している学者なのでしょうかもしかすると自分の体をもスラープで改造してしまったとんでもないスラープの研究者なのかもしれません。そして頭が青くスラープの色で光っているということからスラープの力を頭、 要するに脳に集め脳をスラープの力で活性化させとんでもない頭脳を持っているとみて間違いないと思いますそしてスラーペンタインはスラープの力を指に集め指を超絶強化しているようです実はこのスラーペンタインというスキンハッシュという名のスキンに非常によく似ているんですよねどちらのスキンも同じような形のマスクをしておりそして 赤い目をしています。ハッシュはサイレントストーカーズセットというセット名なんですが、サイレントストーカーは音も立てずに忍び寄るというような意味で使われ、要するにサイレントストーカーは暗殺者のことなんですよね。このスラーペンタインがハッシュとスラープのハイブリッド人間だとすると、このスラーペンタインのスラープによって強化された指は暗殺のために使われるのではないでしょうか プロフェッサー・スラーポとスラーペンタインはスラープの力を体の一部に集中させ強化することができるという非常に優秀なスラープと人間のハイブリッドのようですスラープシリーズ4作目にして非常に恐ろしいハイブリッド人間が登場してきましたスラープシリーズの5作目がどんなスキンなのか非常に楽しみであるとともにカオスエージェント率いる アルター軍がとても強力になってきていますので、これからスラープハイブリッド人間にどう対抗していくのか、今後の展開が本当に楽しみです。はい、今回の考察いかがでしたでしょうかスラープシリーズを単なるスラープでできたシリーズと見るだけではなく、スラープシリーズが登場した時系列順に考察していくと、だんだんスラープシリーズがね、強くなっていくのがわかると思います。 やはり、フォートナイトのスキンは、非常によく考えられて作られているのがわかるとともに、フォートナイトのスキンに対して、こういうね、考察をする楽しさもわかってもらえたんじゃないかなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。これからもね、こういった楽しい考察動画をたくさんアップしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。